ミッションナンバー23か。まだまだ続くな。結構続くな、これ。まだまだいざこざを続けているらしいぞ。一回は協力した仲だがな。え、ヒルツ？消えちまったか。攻撃を受けたか。よし、作戦説明と、シンプルに敵の全滅です。まあ一応こう外流器を入れてみようか。ケニヒセイモス、ゴジラスギガかウルトラザウルスかブレードライガー、ライガーゼロもいるな、レイもいるな。だがしかし、ここはギガを入れとこうか、一応。よし。ここに一体いるな。ここで、お前、バンたちが、いるよ。ファンたちが戦ってんだよな。ちょっと嫌だな。ねえ、他何がいる？ベータキーか。これでいこうか。じゃあシャドージークどうしよっかな。追いつくかな。違う、特殊。これね、ちょっとしか動かんのよね。ちょっとしか動けない。ちょっとしか動けない。これが困るんだよな。
攻しよう。これなら移動力がかなり上がるんだよな。やつに当たらせようか。さあ問題はここだよ。ここがね、とりあえず逃がす。こうなっちゃうのよね。こうなっちゃうんだよね。最悪だよな。少し逃がすか。逃がして、何にもない、ここ逃がす。よし、これでいいだろう。さらにまずいことに援軍が来てしまったと。困るよね。下と上から来ることになる。回避、回避してくれ。あ、これレイブンだったんだ。いやー、やだね。レイブンって外流機に乗るんだ。レイブンスペシャルか。避けろ。この俺に聞くものか。よし、下に来てほしくなかったな。上に来てほしかったね。なんとかしてセイモスを早く到着させなければならない。よし、セーフ。なかったな。全員生還できるかっていうとちょっと難しいね。あそこだ。で、かなり狙われるもん。ほらね、トーマいきなり死ぬんじゃね。あそこだ。終わったなこいつ。ゴジラスか、いけるな。あー、ダメだ、使えない。近すぎて使えない。こいつらを蹴散らして進むしかないぞ。うわー、なんかあれだ、なんかつけてる。なんだったっけあれ。名前忘れちまったよ。とりあえず改造されたやつだ。ロングレンジキャノンだったら一撃だったな。よし、いいぞ。あー、近い。これしかない。